この動画は英語を学習している私たち日本人のためにネイティブの方が日本語で英語の勉強をサポートしてくださる動画です。皆さんは自己紹介で相手の名前が聞き取れず相手の名前を知らぬまま気まずい会話を続けた経験はありませんか今日は アビーさんに相手の名前が聞き取れなかった時のスマートな尋ね方を教えていただきます。みなさん、こんにちは。アビーです。It's nice to meet you. うまく発音できるようになりましたか今日は It's nice to meet you の後に続く自己紹介を練習します。まずは私の名前を相手に伝えます。I'm Abby. 次に相手の名前を尋ねます。あなたのお名前は What's your name? そうすると相手が I'm Rensselaer と名前を答えます。みなさん今の名前を聞き取れましたかで、なんだろうちゃんと聞き取れないと焦ってしませんかでも大丈夫です。ネイティブでも 相手の名前が聞き取れないことはあります。大切なことは聞き取れないことではなく黙ってしまうことです。もしも名前が聞き取れなかった場合、皆さんはどうしますか知っている英語の単語を一生懸命に思い浮かべて、Once again にしようかな ?One more かないやー、それでは失礼かも。 Please つけようかな。それとも、c にしようかな。と悩んでしまい、時間が過ぎるばかりで、その場から逃げ出したくなった経験はありませんかでも、悩む必要はないんです。ネイティブは、こういう時には、Sorry と言います。聞き取れない時、Sorry もう一度言ってくださいっていう意味になります。 もちろん、I'm sorry でも大丈夫です。日本語でも、すいませんの一言で全てを悟ってもう一度名前を言ってくれる人はいますよね。ネイティブもそこは同じです。もしも、sorry の一言で相手が何も気づいてくれなければ、次に、I didn't catch that. 聞き取れませんでしたと伝えてください。それでも反応がなければ、そこで初めて。Could you please say that one more time?Can you please say that again? もう一度お名前を言っていただけませんかと問いかければ、会話がスムーズに進み、相手はもう一度。I'm r e l a、er. と名前を言ってくれます。しかし、皆さんは 二回目で聞き取る自信はありますかもしも、まだ聞き取れなかったら、could you say that slowly? ゆっくりと言っていただけませんか ?slowly, please. ゆっくりお願いしますだけでも大丈夫です。さらにお願いしてみてください。ただし、名前が聞き取れないので、前もってノートなどを用意して、could you write your name? お名前を 書いていてただけませんかという尋ね方は少し相手を驚かせますなぜなのか想像できますかあなたが初めて会った人から自分の名前を言ったったすぐに用紙を手渡されて名前を書いていただけませんかと尋ねられたら怖くないですかその時は How do you spell that?Could you please spell that for me? この前のつづりを教えてくださいと伝えてください書は right ですがスペルで尋ねてくださいねくれぐれも気をつけてくださいねそれでは今日のレッスンは以上です